帰ってきた100円の英語講座。はい、皆さんこんばんは、100円です。ということで今日も、雑学講座やっていきたいと思います。今日はですね、アメリカでよく、若い方の間で使うフレーズですね。 Dog みたいなこれDAWG で Dog って言ってるんですけど、パッて聞くとドッグみたいな、犬みたいな感じに聞こえるんですけど、黒人さんの間でよく仲のいい友達同士で相手のこと呼ぶときに、What's up, dog? みたいな、おい、元気かお前みたいな、そんなニュアンスで使う言葉ですね。 DAWG、スラングというか、若者の言葉ですよね。こう相手をこう呼び合うときに、 Hey, dog! おい、お前元気かみたいな、そんな言い方なんですよ。これもだから何なんすかね、時代が作った言葉なのかな。あんまりその、目上の方に絶対使わないですし、もう友達同士でお互い呼ぶときに、特に黒人さん同士の友達が集まったときに使うような言葉ですね。はい。多分あれだろう、アメリカ行って使わない方がいいかも使っていいのかな問題ないと思うけど、あんまり使うような言葉じゃないですね。ということで今日は Dog でした。皆さんもぜひググってみてください。